東京に打ち合わせに参ります。 JR 京都駅の新幹線改札口です。ここでだいたい食べるのがこれです。この豪快姿焼き弁当という、京都の焼肉屋さんの広野八坂亭という、ところの弁当なんですけど、これ1100円でございます。これ新幹線の中ですが出てまいりました。これ1枚です。これだけで全部で1枚つながっております。これも野菜全然ないので栄養バランスはもう全くありません。そんなこと考えてたら肉は食べられないということで、で唯一の野菜のネギをちょっと横に置きまして、これめくるとそんなにこっちのご飯にはタレはかかってないんですけど、この肉がもうめっちゃうまいんですよ。このタレもうまいし肉もうまいし、まあ、肉1枚で1100円ってどうやねんと思うんですけども、これ本当に美味しいですよね。もう多分焼肉弁当界の中ではもうこれ王様というか、もうこれ以外に美味しい焼肉弁当を食べたことないというぐらい本当に美味しいです。これちょっとぜひ、伊勢丹にも多分1500円ぐらいで売ってるそうなので、食べてみていただければと思いますが、それではまた明日です。ありがとうございます。